今回から、はい、BMW しかもボクサーエンジンです。ね、うん、もうなんか一度は多分皆さん憧れている方が多いんじゃないかなと思いますが、まあね、というのと、まあ、有名ではありますが、はい、どういうのをボクサーっていうんだろうっていうのも含めて、実はかなり変わった特殊な構造なんでね、含めて、はい、ボクサーと言ってる、なぜボクサーというのか知ってますか？このエンジンがボクシングのガチンコの形だから。そうですね、ファイティングの最初にあの両方こうやってやるじゃないですか、はい、でこうやってから始めるでしょ、はい、というふうにシリンダーが横に出てます、うん、でピストンが横に出ててこういうふうに往復してます、うん、なんでこの横に往復こういうふうにしてるっていうのがボクサーっていう名前の由来で、はい、まあ普通に言うと水平対向エンジン、うん、水平で両側から対向してますよっていう形式のエンジンです、ね、はい、パッと見たもうこの形ですよね、横にポコって出てる、そうシリンダーが ね両側に張り出してます、うん、実はですね、はい、この形というのがなんと R32 という BMW の最初のオートバイが1923年なんですけど、はい、ちょうど来年で100年、そうですね、そう、あ、じゃあすごい記念すべき年の、まあまあまあそうなんですよ、はい、でその時の形のまんま今あるんです。すごい、いやびっくりですよね、約100年前のものの形がそのまま今でも生きている、つまり100年前の形が、はい、今でも通用するメリットがあるということですよね。BMW はあの何も伝統のために意固地になってこれをやってるんじゃなくて、はい、うん、実は後で話しますけどちょっとやめかかったこともあるぐらい、あ、そうなんですね、そうなんですけど、やっぱりメリットがあるから、はい、あとやっぱりこれをいいと思う人がいるから、うん、なので新しく世代を変えても作り続けてるっていう、しかも基本一緒、それがすごいですね。100年間変わらない、もう求められてるものがあるってことですね。そうですね。ところで琴美さんね、はい、BMW、はい、会社の名前ですね。会社、これ何の意味ですか？あ、これは分かりますよ。バイエルンモーターワークスです。そうですね、まあ、はい、あのドイツなんでバイエル州というのが、南ドイツの一番東の端っこです、はい、オーストリアとの国境沿いにミュンヘンという町があります、はい、そこが BMW の発祥の場所です。うん、でそこがバイエル州なんで、はい、バイエルン、このあのマークのブルーと白ってこれバイエルの州の旗の色なんですよ。あ、そうなんですか、はい、ヘリコプターのプロペラっていうのは、はい、ずっと BM も実は黙って否定しなかったんですけど、はい、エンジン、飛行機のエンジンメーカーだったんで、はい、これプロペラのマークですっていうのを勝手に黙ってそうだそうだって言ったんですけど、はい、直されました、はい、あ、そうなんです本当は違うんだって、うん、あのドイツ語で言うと、はい、バイエルン、モトルン、モトルンってドイツ語でモーター、うんうん、でヴェルケ、工場って意味です、はい、でバイエル州の原動機工場っていう名前がそのままついてる、BMW なんですね。なるほど。で1913年ぐらいから飛行機のエンジン作ってました、はい、第一次大戦があって、はい、ちょっと戦後景気というのがいろいろあったんで、うん、BMW もそのだったらオートバイのエンジンをせっかく作ったら売れるかなと思って、うんうん、で、まあ、飛行機で一番使ってるこの水平対向のエンジンをエンジンだけ売ったんですよ、はい、そしたらいろんな会社が BM のエンジン積むわけだ、うん、そんなに売れるんだったら自分のこと作ったらよくないって話になり、作ったのがその R32 というオートバイで、はい、車体もミッションも駆動系も足回りも全部自社製だったね、うん、当時のあれで言うとまだいろんなオートバイがチャリンを駆動するのにチェーンもあるけど革のベルトとか、まだまだ、じゃ自転車のようなバイク、そうですそうです、に近いバイク、自転車の足を動くところにエンジン乗っけてるのが最初のハーレーだったり、はい、インディアンだったり、そうなんですね、という時代です、はい、その頃になんとこの水平対向のエンジンをドイツの他の会社は、はい、なんとイギリスの会社も、うん、BM のエンジンを横に積んでた。だから前後にシリンダーがあって、でこう回ってるからそこをチェーンで後ろを回してた。じゃあ結構大きいというか、まあ前後にね長かった、ね、長い。でそんなことがあったので、はい、BM はこいつを横にして、うんうん、でチェーンやめてシャフトドライブにして、で当時はキャブレーターとかこう空気を吸うやつを普通オープンエアでそのまま吸ってた、はい、だから舗装もしてないから埃だらけの道を走るとみんなエンジンが吸ってた、うん、チェーンも時々よく切れた。じゃあ結構こう壊れやすいというか、そう、そんな時代に、うんうん、なんと、エンジンのキャブレーターまで行くのはエンジンのケース、今と同じでエンジンのこういうケースの中を空気が通っていった、うん、なんであちこちを通っていくんでダイレクトに砂を吸わないというのがあって、耐久性があります、故障は少ない、なおかつ低重心、これからずっと BM がそれが強みになるんでね、はい、横にシリンダーがある、うん、普通のオートバイって
エンジンがもっと上からあります。このステレングッドのすぐ下にエンジンがあって、ね、はい、シリンダーがあってクランクがその下にあって、うん、だから乗ってるとこの辺にエンジンがいるんですよね、はい、でこいつは横にこう水平対向だからそのクランクシャフトの上に何もない、すべて下の重心にということがあるので舗装もしてない、はい、でっこぼこだらけ、うん、みたいなところですね。普通のバイクはこんななってたのをこれは100キロでビャーンと行っちゃうとかっていうことができたので、その後だんだんレースが始まり、はい、最初からレースは強かった。 BM が勢いがあったっていうあれで言うと、うん、第二次大戦の前にヒットラーが国策で BMW にマントを出ろ、うん、世界選手権に出ろ、お前早いんだから出ろ、 BMW だから飛行機用のエンジンってスーパーチャージャーといって、うん、あの1万メーターとか高いところ、普通のガソリンエンジンが空気薄くて、なかなか飛べないところ、うん、でも飛べるエンジンをもともとやってた、うん、なんでそいつを最初にからつけてたんでエンジンのパワーが倍の排気量ぐらい速いわけ、うん、で圧倒的に速くぶっちぎり優勝しちゃった。イギリスのオートバイとかイタリアのオートバイははいさよならっていう、そういうメーカーだったんですね、うん、この次の機会に話しますけど、はい、戦争になったら今度、ね、砂漠で強いバイクになり、うん、まあとにかくその軍用でも強いし実用性がすごくて、オートバイのそのパフォーマンスの高さがすごい、あれでレベルで言うとトップランクの場合ですよね、うんうん、というのが BMW 戦前は、はい、でまあ戦争が終わりました、その後しばらく、なかなかいろんなことがね、どこの国もそうですけど、うん、でまあオートバイから始めたところもあるけど、 BM は、戦前からのその大型スポーツをその後またコツコツ作り出して、うん、だけどだん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 その道が良くなって、はい、イギリスのオートバイが強くなり、トライアンフとか BSA が強くなり、うん、でいつの間にかだんだん後ろを追いやられ、でその後すぐに日本のメーカーが出てきて、ホンダ、ヤマハ、鈴木、川崎がガンガン出てきちゃったんで、うん、どっちかと立場がなくなってきた、うん、なんでまあ最初はその舗装が良くなってきた、道路が良くなってきたっていうところで一番の残念なところはバンクができるようになったんで、そう横へシリンダーが出てるんでこれはぶつかっちゃうんだな、そうですね、なんか絶対できない、こすっちゃうなって思います。そうというので、いわゆるそのスポーツ度合いの高いスーパースポーツはもう BM 無理ということになり、うん、でツーリングバイクメーカーとして歩いていくことを決めみたいなのがあったんだけど、はい、まあそれでもあまりにも日本勢が強くて、うん、イギリスは全部いなくなりました。イタリアのドカティだけが粘って、モトグッチもちょびっと粘ってちょっと残ってるぐらいで、あとはもう全部ないっていうところまで行っちゃったんで、うん、で実際 BMW もいやこれは無理だな、このあと排気ガス規制もあるしいろいろあるから、うん、きっと無理だなというところで一旦は BMW もオートバイやめましょうというところまで実はたどり着いたそうなんです、うん、ところがやめるとなったら、まあ、BMW はその後自動車のメーカーとして大きくなりました、うん、なんか逆に私の周りとかではバイクから始まったっていう人意外と知られてなくて、そうです、ね、車のイメージがすごい強くてバイク作ったって、オートバイも作ってんだ、そうなんですよ、そういうふうに思ってる子が結構多かったりとかして、ね、はい、会社のルーツであるからには、はい、そのオートバイをせっかくどこの会社とも違う形でやってきたんだから、うんうん、BMW じゃなきゃできないオートバイを作ればいいじゃないか、うん、いうことになって当時のその F2 の、はい、レースのエンジンとして BMW はトップだったんですね、はい、ホンダが対抗している一番のトップメーカーだった、うんうん、でこのエンジンを作ったエンジニア、はい、有名なエンジニアが K100 というその4気筒の水冷のエンジンを設計した、もともとその人もオートバイ大好きだったらしくて、うんうん、で彼が作ったエンジンを日本のオートバイだったら、まあ、横に置いてで普通にチェーンで後ろやるんですけど、うん、BMW はその4気筒水冷4気筒をなんと縦に置いて横に寝かしちゃった、だから同じようにクランクから上に何もない、うん、すごいやっぱその当時でも斬新な、そう低重心で BM の他の会社にない形をやろうとしたんで、うん、1923年からの形を4気筒に置き換えたってものを作って、うん、契約ができました、はい、でベルリンに新しい工場を作って BMW はこれからも皆さんに愛されるオートバイ、ね、老舗の高いバイクを作りますよ、オリジナリティの高いバイクを作りますよって宣言をして、でボクサー、空冷のボクサーはぼちぼち終わります、はい、まだ作ってたんだけど、じゃあもうボクサーはやめますよっていう言ったらバックオーダーがどんどん入ってきちゃって、うん、で今年最後です、はい、で今年最後のオーダー取りますで2年分オーダー来ちゃった、そんな作れないからで次の年さすがにもう最後ですって言ったらまたバックオーダー来ちゃって、
なんかなかなかやめられなくなって。で、まあね、僕らも覚えてますけど、バイク雑誌に、うん、狼少年か BMW はって言われるぐらい、やめないじゃん。そう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 。というのがあって、で、BM も考えちゃった、うん。こんなにみんながボクサーがいいんだったら、うん、これは新しく作れるじゃない、まあ、そうなりますよね。馬力がなくてもいいっていうことなんで、うん、R1100RS っていうのを作ったんです、うん、が今ここにある R90 のエンジンなんです。じゃあもうそれがそのままずっと受け継がれてる。そうで、途中でもう今から、8年前にあのこれが水冷になって DOHC になって、今の R1050RS とか R とか GS はこれの水冷エンジンです、うん。そうなんですね、この R90 は、はい、その中間の1個前の、うん、この新しくなった時の空冷の水冷ではないエンジンなんですね、うん、ということでちょっといろいろストーリーが長すぎちゃって大丈夫かなみたいな感じではあるんですけどまあそれだけいわく、ね、歴史が長くてバックヤードがいっぱいあるんですね。あるっていうバイクなんですね、 BMW は、うん。琴美さんも実は BMW 持ってるんだよね、はい、そうなんですよ。 BMW あのこのボクサータイプではないんですけど、まあ、F ですよね。そうです、はい、F シリーズ乗ってます、はい、で、まあ、でもちょっとは乗ったことある一瞬。はい、一瞬この方とはまた同じボクサーなんですけど違う種類のものに、でも本当少しだけ乗せてもらいます。はいはい、はい、まあ、R90 系です。 R90 シリーズ、はい、ちゃんと乗ったことがない、はい、ということは基本的にボクサーが何だかまだ分かってない。分かってないです。でも憧れるバイクやっぱバイクを初めて知った時にやっぱこの形って他になかったんで、まあまあ確かにかっこいいなっていう。あ、そうなんだ、はい、ずっと思ってます。はい、なので、今回はこのボクサーエンジンという、うん、なかなかない、はい、形をですねぜひ皆さんに知っていただくために、琴美さんにいろいろ乗ってもらって、はい、乗り方も含めやってみようかなと思ってます、はい、頑張ってみたいと思います、はい。ではね、はい、いよいよちょっと乗っていただくんですが、はい、その前にもう一遍おさらいね、はい、こう新年が両方出てます、はい、ね、これは上から見るとちょっと左右で前後ろがちょっと違う。コンロと1本分だけずれてるので当たり前だけど、はい、一緒の通りにはないので同じピンを使ってるんで、うん、なんでちょっとずれてます、はい、別にそれがアンバランスでも何でもないです。知ってる人いないじゃないですか。まあ意外にオーナーも分かってなかったです、ね、同じ平行型、はいそうね、はい、完全にシンメトリーには出てないんです、うんうんうん、なんですけど、で、まあ、このクランクシャフトから上に何もない、はい、だから低重心です。だけどこう回ってんのね、縦に。でシャフトドライブで後ろでピニオン、ラッグ&ピニオンでこの90度方向を変えてタイヤを回してます、うん、はい、だからクランクシャフトからミッションから全部縦に回ってるんですね、うん、普通のオートバイみんな横へ回ってるんだけど、というところで言うと、はい、ちょっとエンジンかけてみましょう。わかりました、はい、うん、いいよ、止めて。この、ね、エンジンの響きがブルンと横にブレるでしょ、はい、すごい感じますね。こういうあの右左右左こういう風に回ってるから、はい、ブンってやった時にエンジンが前の3気筒の話じゃないけど、うん、回ってる方向に例えばウィーリーしやすいとかウィーリーしにくいとかと同じように、はい、これを今度このロール方向にエンジンがそっちへ一回ひねられるんだよね。うーん、慣れないとちょっとびっくりしますね。そう、これは怖いっ ってなります、うん、なんだけど、まあ、走っちゃったらほとんど、はい、ほぼわからないです。うん、まあ、ちょっとそういう一瞬の癖はあるけど、はい、まあ、走り出すとそもそも、そのクランクシャフトがとっても重くできてる、はい、そのグラっていうのもその重いからそうなってるんで、これがエンジンのアイドリングの回転ほぼから加速ができるエンジンなんです、うん。でじゃあもうスムーズに出やすいっていうね。まあ、あの、まあそれはあの乗り方次第ですけどみたいな、はい、どんな感じか、まあ、ゆっくり乗ってきてみてください。はい、頑張ります、はい、
乗ってきていかがでした？だいぶ気にしたみたいだけど。はい、なんかもう最初1200って聞いた時に結構こう私が乗れるのかなって一瞬心配したんですけど、やっぱボクサータイプのエンジンですし、でもやっぱりこう乗ってて変なこうくらつきというかそういうのもなくて、なんか知らない間にパッと止まってるような、で出る時もやっぱりこうスムーズに出れるので、なんていうんですかね、自分がそれぐらい大きい排気量に乗ってるっていう感覚がなくなるバイクでしたね、うん、おそらく、うん、ご自分の普通のエンジン乗っかってる、はい、同じ BMW も違うよね、はい、で普通のオートバイって、うん、止まる寸前ってもう少し実は左右にハンドルにどっちか力入れて、うん、足もどっちかなーで止まるよね、はい、結構こうバランス頑張って立ってるみたいな。そうそうそう、でさっき見てたらそのままスーッって、はい、最後で何にもなかったじゃん。あ、来れてました、うん、でそのままただスパッと止まってたよね、うん、なんか自分でも結構すごいスマートというかスムーズに止まれたなっていう風に印象が、ね、いや、はい、多分ね歩く速度、うん、時速3キロ4キロぐらいでもこれフラフラしないんだよ。うーん、やっぱりボクサーだから、ボクサーだから下の方に重心があるからってこと。上に何にもないから、はい、びっくりするでしょ。はい、結構ちょっとびっくりしました。なんかその1200もある大きいバイクに乗ってるんですけど、うん、この安心感というか安定感感じられたので、はいはい、ね、僕なんかは U ターンの時もめちゃめちゃゆっくり回ってるのにぐらつかないので、うんうん、実はすごく楽なんですよ。スムーズに回ってます、はい、やっぱりねこの持って生まれた、はい、あの水平対向の、うん、安定感のたくましさというか、はい、安心感というのはやっぱりなかなか ね他にないので、長く愛されてる理由が分かります ね、はい、すごい。私も実は何世代も乗ってきました。あ、そうなんですね、はい、すごい、まあ、ということなんで、はい、まあ、それだけじゃなくて、うん、安定感だけじゃなくてまだまだ実はそのボクサーの魅力はあるので、はい、まあ、あの次回からあのその辺のポテンシャルを皆さんにぜひご披露しようと思います。はい、はい。